はい、どうもメイデオです。今回ですけど、新ガチャの情報が来てました。まさかのライブで、なんか確率アップのが来ますよっていうのが何回か来てたんですけれども、でこのね、メインヤカなんですけども、ピックアップガチャを完売しておりまして、ここをねバナーをタップするとこんな感じで全然告知が来てないんですよね。ただ別の端末アカウントを見るとですね、なんとこちら、ですね、これサブ端末なんですけど、ここのねピックアップ完売しないところのバナーを見ると確率アップ予告来てるんですよね。これおかしくないか、さすがに。どういうことで、ちなみにメインヤカの方は普通に再起動もしているんで、はい、っていうところはあるんですけれども、いやー、そりゃわからんて。ということで、明日ですね、まあ、新ズム確率アップが、まあ、確定しているというところで、まあ、新ズム確認会ライブは、まあ、できないんですけども、どうしようかな。ミッション3か。の確認会やる？スキッチ券何枚もらえるかの確認会みたいなのやるか。そしたら。そんな感じで立ち回りをしたいなと思います。はい。明日のライブは。はい。まあそんな感じになりますので、ご了承ください。はい。多分これ11時に更新されていたと思うんですけども、はい。ちょっとサバーカの方で確認できてなかったんで、すいません。情報としては遅れてしまったんですけども。はい。そんな感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。